どうも、早鷹夫婦です。道の駅ぐるっとパノラマに来てます。はい、屈斜路湖の足湯に、砂湯に行きたいと思います。はい、それでは行きましょう。朝は雲海がな。そうそう、一面雲やったけど今は雲が晴れて湖とかが出てきた。そう、綺麗。あの島の周り泳いできてよ。ちょっと泳ごうか迷ってんけど。今道の駅で揚げ芋買ってきました。はい、なんか北海道には揚げ芋いっぱい売ってるんですけど、ここの美幌峠の道の駅で売ってる揚げ芋が一番好きって、一番美味しいっていう口コミがあって、これは食べてみたいと。結構でかいな。はい、わあ大きい。まあまあでかい。なんなんやろ。なんかパッと見はサーターアンダギーみたいな。うん、食べたこと、うん、うわ、え、じゃがいもや。まるまるじゃがやん。すげえ柔らかい。ほんまにじゃがいも揚げたって感じ。うん、超美味しい。いただきます。うーん、おいしい。うまいな。周りがサクサクで、じゃがいもは甘くてホクホク、うん、おいしい。やっぱ北海道芋すごい。これほんまに芋なん。うわ、こぼれやすいんで注意です。めっちゃこぼしてんで。どうすんの。また掃除するわ。うまいっす。うまいっす。砂湯キャンプ場らへんかな。うん、そうっすね、砂湯キャンプ場行きましょうか。え、逆？こっちから来たやんと思って降りてきた。 100km 以上、左方向で。反射してるよ。すごい空が綺麗やな。中島がよく見える。うまい。中島、野球しようぜ。いいだね。あいつが外野にいたの。最強や。今のちょっと似てなかった。おい、中島、野球しようぜ。誰それ。お兄さんが大きな過ちを犯しているの。誰それ。ユリアン。カツオの真似してるユリアンのモノマネ。どれにも似てなかったな。お兄さんは間違っている。違うし。違うの。知らんねん。ちょっと撮ってよあっちを。こっちが綺麗や。終わった。見えへんみたい。おい。もうでも低くなっちゃう。うん、だいぶな。綺麗。最初のとこ綺麗や。
キャンプする。うん、結構なテント立てたはるな。砂湯です。ここは屈斜路湖の砂湯っていうところ。砂を掘ったら温泉が出るらしい。いっぱい掘ってある。あったかい。え、めっちゃあったかい。あったかい。ここは湖やろ。こっち冷たい。ほんまや、こっち冷たい。そこに、ここあったかい。すごい。これ何？石？こんなとこ無理ちゃう。全然。砂がめっちゃあったか。うわすごい、でも水出てきた。ほら。ほらほらほら。おお、出てきた出てきた。温泉。あ、あったかい。熱っ。すごいやん。温泉掘った。温泉を掘り当てた男として任命してあげよう。ありがとうございます。足湯ですよ。あやかの足湯作ってあげよう。濁ってんねんけど。すげえ。もうちょい深くしな、浅すぎる。すごい。すごいけど汚い。泥やもん。なだれ起きてる。もうちょっとで足湯できるんで少々お待ちください。見て、俺の掘った土。面白いな、砂掘ったら温泉出てくるって。泡。それは何でしょう。これやば。なんか皆さん、できましたよ足。ありがとうございます。どうですか。いっぱいなだれ起きてる。あったかい。こっちの方があったかい。え、ぬるいです、店員さん。あ、でもこっちの方がぬくいかな。ここお、いい感じ。いい感じ。高い色と一緒ぐらい。ここは水。すげえな。なんか掘るとこによってさ、そうそう、あの50度ぐらい出るとこもあるんだけど、そこ、あっちここめっちゃ熱いよ。知ってた。ここいいわ。お気に入りスポットですか。足気持ちいい。すごい。これ今左足お湯で右足水。どういうことこれ。これな、どうやったのな。左足お湯で右足水。面白すぎやろ。ここおめる温泉。飲んでみた。飲んでみよう。え、何が起きた今。飲んでみて、ちょっと触ってみて。あっち。何？うん。クッシー。うん。クッシー。クッシー。クッシーいた。相棒。相棒のクッシーです。こんなとこにいたよな。どっか逃げたな、思ってたよ。すごい。いや、お山やで、あれ。すっごいモクモクしてるやん。黄色いし。な、地獄とこと一緒の感じやん、黄色いの。匂いするよ、もちろん。する。硫黄の匂いする。
匂いちょっとするわ。いいよ、うん、伊予山見れてよかった。すごかった伊予の匂い。地獄谷を思い出した。そう、地獄谷行った時にコメントでな、伊予山のこと言ってくれはった人がいて、うん、どんなとこなんやろうなって思ってたから。よかった、ちょうど。うん、見れてよかった。びっくりした。ほな、次はお風呂行こうか。うん、お風呂行こう。汗かいたな、今日暑かったし。暑かったな、ほんま。足はな、さっきの足湯で綺麗になったけど頭洗いたいし。どんな感じやろな、温泉。うん、なんかペンションらしいで。ペンションって何なの。泊まるとこ。ピラオの湯着きました。